前回のマインクラフトは地下要塞を探して穴を掘る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 。無事に地下要塞を発見。お目当ての場所はここだ。エンダーアイをはめ込み飛び込め。初めてのエンダードラゴンとの対決。なんとか周りのクリスタルを全て破壊。時間はかかったけどエンダードラゴンを倒すことができた。キューピーン。登録登録。はい、どうもなおちんです。さあ今日はね、後ろこのね、無限村人増殖器が完成してるので、大きなね、町、それをね、今後作っていきたいと思います。まず、ここ、整地しないとダメだね。整地をして、湧き潰し、やっていきましょう。結構広いところしようと思うから、頑張るよ。そんなに広くしてないんだけど、むちゃくちゃ時間かかる、これ。整地、これこんなに時間かかんの？とんでもないぐらい時間かかってる。いや、ミスったな。さっきね、なぜか柵が一個壊れてた。なんか、拍子に俺一個壊しちゃったんだろうな。中のね、子供たちが、おそらく4人か5人逃げ出したのよね。で、多分いないところを見るとやられたんだろうな。俺なんで壊しちゃったんだ。いつの間にか1本割ってた。よっしゃ、とりあえず完成でーす。かなり時間かかった。整地ってこんな時間かかんのね。で、これでとりあえず周りに柵を作って、あー、ちょっと待って、ここの後ろ側は壁がいいか。ここら辺を壁で、さーっと立てて、で、横を、こうね、ずーっと柵で囲んでみましょうか。うん、とりあえず柵で囲んで、湧き潰しをしてれば、一安心かな。その後にちょっと、塀を立てていこうか。うん、まあ、とりあえず今日は、後ろの壁と、周りの柵、それまでやってみよう。かなり時間かかるわ、これ。あいつ、クリーパーはダメ、クリーパーはダメ。お前、向こう行け。あ、よかった、ノックバックついててよかった。お前にぶっ壊されるわけにはいかないんだよ。ちょっと待って、早めに湧き潰ししよう。いや、その前にあれだ。まずは、塀作らないと。ダメだ。お前ら、村人いじめんな。ばっかやろ。あ、もう。ダメじゃん、お前そこに行っちゃダメだよ。もうちょっと後ろ下がって、絶対危険。うわぁ、また村人が減ってる。なんかいつの間にかやられてるわ。もう、クリーパー来るなって。俺の作品壊さないでくれ。よしよしよし。作業はもうあれだね。朝やるべきだわ。うん、日があるうちにやらないと、敵が、もうワンサか湧いてどうしようもない。もう。そして、松明か。松明が、どれぐらいの間隔で置けばいいんだろう。あ、この柵の上に立てるのかっこいいね。こういう感じでいいか。まあ、だいたい適当な感じで行きましょうか。5マスだったっけ？なんかそれぐらいの感じだった気はするんだけども。まあ、適当にやっていこう。柵と壁完成でーす。どうだろうか。かなり広いよ。でも、予定としてはもうちょっと広くしたかったんだけどね。でもまあ、あっちの方とかね、こっちの方も、まだ全然広げられるから、とりあえずは、このね、中に、ちょっと、おっきめの、秘密基地みたいなやつ作りたいかな。この後ろの壁があるからこれは抜けてこれないでしょう。上にも全部松明を設置したのよ。なんでこれはもう抜けれないでしょう。あー、この壁作るのむちゃくちゃ時間かかったからね。本当に落ちないようにね、しゃがんでやるっていうことを覚えたから、まあ、それでね、だいぶ良くなったけど、昔の俺だったら、10回は落ちてただろうね。よし。松明もあるから、
敵もこれで、出てこないでしょう。いや待って、出てくるのか、この真ん中あたりとか、これ湧き潰しになってない気がするぞ。待って、ちょっと待って、敵が出るまで待とう。大丈夫か、周りはね松明でもう囲んでるし、あ、でも真ん中あたりなんか暗いな、真ん中暗いからなんか出てきそうな気はするけどな。あ、いや大丈夫そうか、大丈夫そうではあるな。でもまあ心配だからちょっとここら辺に、なんか松明をただ置くっていうのもあれなんで、なんか照明みたいなの作ろうか。あ、照明とか俺まだ全然作ってないや。あ、まあいいか。とりあえずの、松明を置いていきましょう。とりあえずのね、やつ。これを、こっちとこっちに置いてれば、もう確実に敵も出ないでしょう。あ、なんかこれめちゃくちゃなりすぎてるぞ。ははは、ね、めちゃくちゃなりすぎてる。いいか、いいか。どうせね、作業をするのは朝なんで、うん、夜はもう本当に動かないようにしましょう。はーい。ということで今日は広めの土地を整地しまして、湧き潰しをやってみました。これでね、住人の人たちは快適に過ごせるようになるんじゃないかな。うん。まあ、横にちょっと牛とか豚とか、うん、そこら辺を、増殖できる装置とかも作りましょう。まあ、作り方としてはこの上のね、人間の増殖装置と一緒でしょ？やり方は。はい。まあ、とりあえずやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。